日本に遊びに来たい人たちも、香港で暮らす日本人も、みんな気になる今日本はどうなってるの？レジャーの夏、リエの日本大捜査、サマーバケーション in ジャパン。今週はジャパナビ紀伊半島アドベンチャー、和歌山三重大発見第8章、平安時代への旅、和歌山県田辺市。先週は熊野本宮大社、そして世界遺産であり日本最古の温泉、湯峰温泉壺湯へ。今週も引き続き熊野詣、二つ目のパワースポットです。よまた来ましたよ。また神聖な場所に到着しました。ここはなんか神聖な神社ですか？今パワーを集めています。またパワースポット、はい、熊野早玉大社という。どうやってパワーもらえるかちょっと知りたいんですよ、リエさん。それはエキスパートに聞きたいと思います。エキスパート、すみません、はじめまして、香港から来ました。はい、ようこそお参りくださいました。よろしくお願いします。リエです。はい、今日ご案内いただきます。お名前お伺いしてもいいですか？はい、森本と申します。森本さん、よろしくお願いします。2004年ユネスコ世界遺産登録、世界に認められた聖地、それが1000年以上も昔から文化と自然が一体となっている紀伊山地の霊場と参詣道、連なる神秘的な山々、熊野と各地を結ぶ参詣道の総称熊野古道。聖地熊野三山を構成するのは熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社、那智山青岩渡寺。神聖なる熊野古道の旅、今日参拝するのはこちらの熊野早玉大社です。なんか2人、はい、結婚、いえ、ご祈祷しておりまして、お願い事をされている時に神官がですね、神様にお告げをしてですね、願いが叶いますようにというふうに祈願をしております。梅さん、梅さん、なんかちょっと会話してるみたいですね。今ちょっと神社の説明をしている形ですね。はい、ここの歴史みたいなものをちょっと教えていただけますか？はい、わかりました。はい、こちらはですね、熊野早玉大社は全国にございます、北は北海道から南は沖縄まで数えますと3000数百社ある熊野神社の総本宮の一つとなっております。ここは歴史はどれぐらい？約2000年まだ2000年、じゃあ今2010年でしょ？2010年。2000万円前はちょっとわからない。わからないですね。東京ドーム何個分ですか？単位が違うんだ。それ広さ。東京ドーム広さ。ちなみにですね、はい、僕いつもそうですけれども、はい、紐は何ですか？しめ縄と言いまして。しめ縄。はい。結界ですね。清らかなもの、蛇を入れないということですね。悪いものを入れないというための結界を。やっと分かりました。あれがゲートになってるんですね、門みたいな感じで。そうですね。じゃあスーパーマーケットさ、ショッピングセンターさ、なんかエアコンのあれと同じ、エアカーテンですね。それエアカーテンですね。そう、はい、話戻ります。はい、はい、ここは世界遺産、ね、はい、そうですね、世界遺産に登録しております。今年で6年目になっております。6年目、はい、ますますパワースポットが有名になっていくんですね。そうですね、はい、またここはですね、縁結びの神様、また家内安全、病気平癒、身体健勝のご利益があると言われております。はい、健康になるよ。2000年前のペンキはこんなに美しく見えますね。真っ白ですね。これは塗り直してますよね。そうですね、はい、やはりこの辺りちょっと風化が早いので。なんで？潮風等ですね、そういうのがちょっと強くありますので、まだ台風もよく来ますので。へー、はい、自然のパワーもたくさん浴びてるんですね。そうですね、はい、2つ目のパワーをゲット、ジャパナビパワーアップ。熊野古道、平安時代から日本全国から熊野への参詣道として栄えた巡礼の道。今日は熊野古道の一部、大門坂を歩きます。到着しました。熊野古道大門坂でございます。うわー、熊が出る。うわー。出るかもしれないよ。なぜならここはとても山奥だから。急に山奥来るの？なんだよ。神聖なスポットでございます。神聖？神聖。そしてさらに、世界遺産でございます。世界遺産、はい、どこか。ここも世界遺産。あ、ここは世界遺産。世界遺産よ。なんか世界遺産って面白いことあるの？
面白いことあるよ。どれだけ面白いかというとすごいよ、うん、この鳥、うん、ここの線、うん、この線ですよ、うん、ここがまさに線です。線がないじゃん。あった、態度態度、あれ今作るね。もともとあるんです、こういう線があるわけです。これが何かというと、どんなに偉い人でもここまで馬で来て必ずここで降りなくてはいけない。こっから先は神様の世界だから、人間はどんなに偉くても歩いて入らなくてはいけないのです。あ、なんだこと、はい、先にどうぞ、もう用事あるから。本当、ピョン、あジョメアレ、ジョメア、あ、馬ここで置く、下馬、いい話、下馬。ここ大門坂で誰でもできるユニークな体験、平穏貴族に変身。テレテレテテテテテブーン、おぉ、ちょっとかわいい、ゴンリーみたい、ゴンリー、ゴンリー、うわー、チャイニーズゴーストストーリーみたい。へぇー、ここ、お、ここ、おすごいね、わちゃーっ、それは関東オペラでございます。あ、そっか、はい、すいませんでした、うん、あれ、姉さん、はい、ちょっと着替えましょうか。あの、ちょっと間違えたよ、なんで、なんで、なんで間違えないよ、ここに縛られちゃったんだ、首、あ、ここ、お、ここの辺じゃないですか、腰、これ、うん、これ違う、その間違えるわけないんだ、うん、なんで絶対に間違えてない。なぜかというと、うん、すごく偉い先生に、シーフーが私にこの衣装を着せてくれたからです。それは本当ですか。はい、本当です。へ、あちらに先生がいらっしゃいます。あ、いました、こんにちは。こんにちは、こんにちは、どうもありがとうございました。一体はなぜこういうふうに縛られたんですか。これはね、掛け帯と言いまして、うん、魔除けなんですよ。長いよと京都からね、長い道中ね、うん、悪い人に会わないように魔除けになってます。あ、はい、悪い人は会わないように。これは何ですか、かわいい。これはね、家計守りと言いまして、お守りなんです。お守り、 あなた方を守ってくれるんですね。で、中には、うん、あの、道中のお薬も入っていたそうですよ。お薬も、はい、はい、なんかお化粧品とか、だからもう守りして掛け帯して、もう万全やね。うん、万全ですね。あ、私にはお守りがいっぱいある、はい、ジェムは、ね、僕は これは何ですか。これはこの大きな扇子なんですけれども、はい、もうこれを持って、うん、男性の方はこれカリンギヌと言いますが、はい、この烏帽子をかぶり扇子を持ち、このカリンギヌ一式で全てを守ってもらっています。おー、こっちは何ていう名前ですか。これはね、平安衣装と言います。平安衣装、平安時代、平安時代のもの。そうですね、本当に。その頃の高貴な方が、あの、途中で成人式に参拝される時のこのお衣装だそうですよ。これはじゃあ、あの、お参りする時にこれを着る特別の衣装。そうですね、高貴な方だけが着られる。そうです。これはもう、じゃあ家を出るときからこの格好で出てくるんですか。途中、あ、そうですね、はい、家出てくるとき、うん、途中で、まあ、いろいろ簡単な、はい、身軽な服装に着替えて、うん、まあ、いろいろと遠いですからね、はい、道中がね。ここからね、こういう石畳は600メートルあるんですよ。600メートル、東京ドーム何個分ですか。うるさいや、600メートル。じゃあ、はい、間違ってる、はい、早速行きましょうか。それでは出発いたきます。どうですか、どうぞ、気をつけて。はい、じゃあどうぞ、はい、レイディーファースト。おー、立派な杉だね。あ、そうですか。人生って感じ。樹齢800年だよ、800年。800年、なげえ。800年の夫婦杉、夫婦でございます。夫婦、はい。さて、クイズ。あ、いきなり、はい、はい、どちらが男性で、どちらが女性でしょうか。考え中、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 シンキングタイム、シンキングタイム。はい、タイムズアップ。わかりました、はい、そっちは女の子です。ブー。あー、なんでや、なんでや。正解はこちらが男性、こちらが女性でございます。へー、なぜよ。日本の、うん、あの、結婚式の時の写真などを思い出してみてください、うん、男性はこちら、はい、女性はこちらに立っている。あー、同じですよ。男女のようだね。はい、じゃあチェンジ、チェンジ、チェンジ、チェンジ。本当だ。こんな感じですか。夫婦になってしまいました。どうする。
やだ。変わろうか。おーやー元に戻ります。はい。おい、あ全長600m、大門坂。時を超えて平安時代へ。冒険は来週も続きます。さて、はい、クイズ。クイズ？なぜここの中にドアがあってロックがあるの？人が住んでるから。そんなことないよ。このキーだよ、キーだよ。なんで住んでるよ。じゃあドアがあるからキー、はい、誰か住んでる。妖精が住んでる。主要。は。千年水曜東方八百紀伊半島アドベンチャー和歌山三重大発見来週もお見逃しなく。どー